だからごありがとうございます、えー、もうだいぶいろんな話題が出てきて、まあ、議題というか、課題も出たと思いますけれども、私の方からはです、ね、あのまあ、先ほど少しありましたけれども、えー、社外取締役の問題ですね、その問題について、えーまあ、どのような働きをするのかって、さっきから出てますけれども、えー、藤田参考人は、 あのまだ分からないと、まあ、いい面もあれば、悪い面もあるし、まあ、実態的な実証調査も必要じゃないかということで、かなり慎重論を展開されてましたけれども、まあ、そのあたりからすると、まあ、この他のこの会社を、今、今回の改正全体とです、ね、この社外取締役の問題ですね、義務付けというのを、これはまあ一連のものでしょうか、それともは、まあ、過分。 というんですかねその条項だけは外すとか、まあ、あるいはご自身の考えの中では、そこだけは慎重論で、そこはもう残りがあるから賛成しているということなんでしょうか。藤田参考人 あの全く私の個人的意見をあの申し上げることにどれだけ意義があるかよくわからないのですけれども私はこれ今回の,あの社外取締役設置強制に限定して言えばやや消極的な賛成つまりこういう一名の強制であれば少なくとも積極的な弊害はないだろうから。 海外の投資家などの信頼確保のからの日本のあの資本市場の信頼確保のために必要だという声が強いのであれば、あえて反対までは絶対反対まではしないというスタンスであります。で、これが落ちたから、あの大変。今回の改正意味がなくなってしまうとまでは思ってはおりません。ただし、あの念のために誤解のないように申し上げておきたいのは、私は社外取締役に意味がないとか。 あるいは社外取締役は日本では役に立たないとか言ってるわけでは決してございませんすべての会社に一律にあの規制するハードローが、まあ、今の現段階で実証的な答えがはっきりしない段階で必要かどうかについては議論の余地があると申し上げただけでしかもまあ1名だけであれば必ずしもあの弊害があるとうもうすでにほとんどの会社では入ってますので、まあ、ないのであの問題はないとは思っておりますであの結局あのどのようなあの会社だと どのぐらいの社会者が望ましいかあるいは取締役会としてどの程度独立の性を高めたいかなどといったことによって相当あの社外取締役のニーズなどとも変わってくるんですがただ今日本の取締役会というのは大きく変革期にありまして。あの 経営陣からの独立性、あるいは特定の利害関係人からの独立性というのを強く求められるようになってきています、そういう意味では、長期的には社外取締役を多くの会社において、すべてかどうかともかく多くの会社において、あの増やしていくということは避けられない傾向ではないかと思いますので、そういう意味では今回、これを入れたことを、それ自身が、まあ、あのそのような流れとは整合的ではあるとは評価して良いかと思っております高田哲美君。 はい、あの長期的なお話ということであのお伺いしましたけれども、このまだ先ほど、まあ、いくつかの弊害のお話がありましたけれども、実際に機能しているのかということでのご意見もありましたし、そうすると 99.、99.9%という、まあ、大企業の場合はです、ね、えーまあ、持ってると、もすでに。といった場合に、えー、その判断をです、ね、やはり法的に義務付けて、 社会取締役を置くということの意味というのをですね、まあ、先ほどもまあ消極的だやや昇級的だとおっしゃいましたけれどもそういった面においてこの今の会社の動きであればもし国際的なです、ね、判断とかいろんなことを考えるんであればこの0.1%の会社も 当然ながら、そういう自分たちの会社を大きくしたり、あるいはいろんな国際的な視点に会いたいと、まあ、合致したいというのであれば、当然また社外取締役を置くでしょうし、そうなると、これはやっぱりまた法的に、ですねわざわざ法律の規定として置く必要の、まあ、あ必要性、あるいは今回の緊急性とか、ですね喫緊も課題なのかどうかというような点で、まだ私の方はですねまあ反対というよりも、やはり先生あのおっしゃったようなですね、 あの実際の実証がされてないんじゃないかという面でですねどういう社外取締役の増がきちんと今99.9%行われているところで一体どういうふうな形になっているのかとそれパーセントとかいろいろ出るわけですけれどもねそういったところで、まあ、あのそれでもやはりあの義務付けの問題というのは将来的に。 今、まあ、この規定を入れた方がいいのかというのは、えー、藤田先生、それから大久保先生にもお聞きしたいんですけれども。藤田参考人あの私の意見と極めて近い立お立場からの発言ですので、なかなか回答が難しいのでございますが、あの私の個人的立場はともかくとして、このハードローである会社法による設置強制を強くあの推進する側の。 方の意見を私なりに忖度いたしますと、あのハードロー、つまりもう簡単には改正できない、ソフトローですね、また改正というのも柔軟にできますし、例外も柔軟に認めうるところ、そうではない形ではっきり定めることは、日本の会社法制は、社外取締役を導入し、 取締役会の独立性を高めるという方向性に不可逆に一歩踏み出すという強いメッセージになるそしてそういう強いメッセージを。 海外の投資家に発信することが日本の資本市場のためになるんだとこういうロジックで説明するんだと思いますあのこのように似たような表現はおそらく法制審議会の議事録で一部の委員から出されたものだと思いますで実験的な段階実証的な段階を踏まえてからでも間に合うんじゃないかという小水系に対していや今 メッセージを発す,発すべきだという強い声があったと、でまあ、あのそういうものとして、この法案では、法改正法案では、それが提案されているというう理解して、まあ、理解できない、あの一応理解できるあの提案ではあるとは思います大久保参考人。 社外取締役の導入に関しては、えー、平成26年の段階ではあの一定の公開大会社に社外取締役を、まあ、あの設置の義務付けはしなかったけですけれども、まあ、相当でない理由を総会で説明すると、まあ、こういう形であの、えー、遵守しなければあの説明を求めると、まあ、こういう仕組みであの導入を求めてきたと、まあ、こういうような経緯があります現在はあの99%でしょうかあのほとんどの企業であの導入をしているということになりますので、まあ、この社外取締役をまあ義務付を 付けを、えー、まあ,あのしていくことによってこの社外の取締役にまあ、次にはどのようなあの、えーまあ、実態的な機能があのあの役割が果たされるのかまあ、この点をまあ、考えておくということがあの必要になるのではないかと思います。 そこであのやはりこう会社の不祥事などが出てきている昨今の状況もありますので社外取締役があの導入されている場合あの多くの場合ですとあの内部統制システムの,あの,その機能の,あの中核を担うところの位置づけに当たるだろうと社外取締役の判断 によってあの違法行為のチェックなどですね、まあそういった体制が行われるんだろうということからしますと、やはりこの社外取締役が導入されることによってあの違法行為のた着体性まあこれはある程度あの整備されてくることになるのではないかというふうに考えております。ありがとうございました。お社外ああごめんなさい。ありがとうございます。 えこの社外取締役の今の,まあ,あ,のあるべき姿としては、いわれたように内部統制の問題として、いろんな不祥事やいろんなものに対して、外からのまあ意見とチェックと権限と、そうするとやっぱり権限はどのようなものが、他の取締役に比べて、ですねあるいは社外取締役との違いみたいな、そういうのも必要になってくるかと思うんですけれども、あるいはそれはおそらく法律上は出てこなくて、先ほどのソフトローの中でこうやっていくということで、 えー、そ,れそういうような形で、えー、考えておられるということでよろしいですか、大久保参考人。<laughs> 大久保参考人 社外取締役を1名だけ入れて、それで十分機能するのかと、こういう,うな議論は、社外監査役などの監査役を導入したときの議論でもずいぶん問題となりまして、そのときには社外の取締役,監査役も複数導入すると、こういう形で体制を整えて、発言しやすい体制、これを作って違法行為のチェック、体制を作る、こういうふうに取り扱ってきたということになりますので、やはりこの社外の取締役 を導入したというだ、けではまあ十分にあのその権限がこう行使できないということになるとすると例えば内部統制システムなどの導入とともにその社外取締役がそれその違法行為のチェックの権限を担っていくことになっていきますのでそのようなあの体制が整えられてくればその社外取締役を導入したというだけではなくて法令ののを遵守させる体制があの よりこう機能した形であのその整備されるんじゃないかと思います高田哲美君。あのまあ、社会取締役も、ですねこのやっぱりガバナンスという面からすれば、えーまあ、会社は社会の好機という。まああの 松下小之助氏の話がありますけれども、それから言うと、やっぱり社会、地域、まあ、従業員、その他のいろんなファクター、まあ、もちろん株主もあるでしょうけれども、会社がどういうふうな信頼と業績を上げていくかということに対して、かなりまあ後半にです、ね、関連してくるということになると、今言った、あの今ちょうど先生の答えのような、社外取締役のです、ね、役割とか、あるいは機能、あるいはその行動。 というものも、随分変わってくるのかなと思うんですけれども、まあ、それに必要な情報公開ですね。そういったシステムというのを、ずっとあの掛け合わせなければ、かなり難しい問題になってきますので、えー、そういった点をですね。また整備をしていくということも、また一つの議論かなと思っています。そこで、ちょっと、社外取引締役のですね。あの件で、えー、ちょっと、これ、木村参考人にお聞きしたいんですけれども。 あの先ほどの,あの指標ですか、いろいろこう見どころ、聞きどころの中にあります、女性登用の推進というのがありましたが、女性登用をですねこの社外取締役の中にまあこれから入れていくとか、いろんな意味でこの女性登用というのを考えてこ、のこのポイントで出てきているのは、これは社外取締役のあたりも想定というか、範囲に入っているでしょうか。 木村あのもちろん、あの社外にか限らずです、ねえー、取締役は、あのこの実はです、ねえー、と東京電力に、えー、かつてです、ね、32名の取締役がおりまして、す、え、べ、ー、て男性でした。 ですから、えー、壇上にです、ね、居並ぶ人たちは、まあ、50人くらい並ぶわけですけど全員男性なんですねであの、えーまあ、黒子に徹している、まあ、株式課の人とか文書課の担当者とかですねそういう人たちも全員男性でございましてちょっと異様なあの雰囲気があるのが、まあとりあのえー、株主総会なのかなというふうに思っておりまして。まあ 圧倒的に女性あの株主も女性がほとんどいないという状況の中に入っていったので私は恐怖を覚えたんですけれどもあの、まあ、それからです、ね、私たちの,その32名は多すぎるということで半分にしなさいというまあ提案もいたしましてでそれが23年後に17名かな19名かなにあのなりまして約半分になりました。たたただそこには女性ももおりませんでしたのでしの私ちっとです、ね ですねそのえー、部課長クラスそれから役員、えー、そういう人たち、まあ、決定権を持っている人ところに女性を半分は最低半分は入れるべきであるということで、えー、提案を、えー、いたしましたので、えー、それはもう本当にあの日本では当たり前ではないんですね残念ながら。先ほどあの あの高田議員もおっしゃったように110、今、110番目でございますであの、特に経済、経済は何かといったら、やっぱり取締役とかですね、会社の決定権を持っているところに女性がほとんどいないという状況で、日本は149 14カ国の中で、もう最下位に近いんですね。 それとあとあ皆なんでじゃあ日本は110位になっているかというと、えー、寿命が女性は世界一長いので、えー、健康的な面それからあとは教育の面女性もかなり大学に入るようになったとその教育の面と、えー、寿命の面で日本の女性はトップクラスであるので本来は149に 甘んじゅるところをです、ね、110番目になっているというのが今の現状でございますのでやはり社会の構成員が男女ほ,ほぼ同じであれば会社の取締役とかです、ね、決定権者も、えー、同数になるべきではないかということで提案させていただいております。はい、残念ながら非常に低,い低かったです賛成費を高田哲美君 あのもう時間もなくなりましたので、私のまあコメントというんですか、あの先ほど国際的なまあ視点からの日本の企業の評価というものが、社外取締役を置くことで、もちろん上がっていくというのがありますが、その機能をです、ね、十分、社外取締役を果たさなきゃいけないであろうし、この女性の登用も同じで、女性の登用がどれだけ情報公開の中で登で用、ね、されてるかというのは、これ、投資家の本当にあの視点だと思うんですね。 そういった面も含めてやっぱりまあまたこの委員会でもですねいろいろ議論ができたらと思います今日はありがとうございますありがとうございました